今韓国のトンデモンに来てるんですけど、今歩いてる中でもいっぱいお店あったと思うんですよ。で今もう夜の11時とかなんですけど、夜の大体、まあ、2時とか3時とかぐらいになったらもうやっぱお店なんか閉まってくるんですよ。明け方とかはもう全部閉まっとうから、そんな中でもトンデモンのトッポギとか売っとう屋台のおばちゃんがおるんですけど、そんな中でもずっと開いとんねん。そう、通称トンデモンの一人勝ちって私は呼んどんですけど、そんなお店を今から紹介します。どうぞ。これほんまに韓国のトンデモン来たらほんまにここの屋台食べてほしいんですけど、これなんて言ったん、住所どこって言ったん。トンデモン駅前や。でも屋台似たようないっぱいあるから、トンデモン駅前のバス停の DDP DDP があって、トンデモン DDP 移して、で文化センターみたいなのがあって、でここのホール、大きいホールがあるから、ここの信号を渡ってもらって、そしたら前にこうヒュンダイの免税店かな、中に1階にナイキとか入ってるビルがあるから、ここのホールとっていうか、あれやな、夜中2時に来たら1軒しか入ってないな。それ一人勝ちやね、ほんまにみんな寝と間でもこのおばちゃんは働いとんねん。ほんまやで、これ何時に行ってもらえと思う。そうやで、お腹空いたらサイトっぽきやもんな。そう、一回腹立って一回夕方ぐらいに食べて、でこの辺のホテルに泊まった時に、明け方3時ぐらいやったかな、3時ぐらいにもうあのおばちゃん絶対寝とうやろって言って、もう一回行こうかってなって行って起きとんねん。それにまた腹立って、ほなもう朝行ったら絶対5時とかに行ったのかってなって、5時ぐらいに行ったら起きとんねん。もうこっちの負けやなと思って、そこからこのおばちゃんの名前が一人勝ちやなって、トンデモンの一人勝ちって命名したな。これとにかく美味しいもんな。マジで美味しいねん。それを今から紹介しようと思って。とんでもない人に。あ、これも買わなかった。お茶かな、お茶でいいか。何何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 何私のおすすめは、これ何本やったっけ、これ2で1 OK 1 7700円。安いな。ちょっと待ってよ、これでいいかな。あ、どあー、sorry おぉー sorry もうめきしました。韓国なんですけど、ラスイチやね。 sorry お茶取った、忘れ取った。これ、あの、何これやっとうからさ。私のおすすめはですね、お腹いっぱいの時はこれで、お腹がまあまあ入るかなっていうときはこの大きい方を選んでもらったらいいと思います。はい、で、私は韓国でいろいろ食べたんですよ。そしたら、私餅好きやから、あの、韓国の基本的なトッポギのお餅っていうのはゴムみたいな硬さなんですよ、日本人からしたら。日本人からしたらゴム食べとうみたいなお餅なんですよ。で、ここの屋台は多分日本人向けなんですよ、お餅が。お餅の硬さが柔らかくて、中はちょっとカリッとしとって、こう中は餅の柔らかさみたいな。
マジでおすすめ。ほんまに食べてほしい。これ何本食べる？20本目ぐらいよな、トータル。そう、ほんまにそう。もしここで私を見かけたら、私ご馳走しますよ、ほんまに。それぐらい食べてほしい。はい、ほんまに韓国のトンデンモンの駅近くの、さっき言った道順で来てもらって、はい、ぜひ食べてみてください。おすすめです、ほんまに。じゃあ、今から食べます。お、マジでな、美味しいね。うん、うまい。一時折れてん。おはようございます。今朝の4時なんですけど、見てください、とんでもない人が。あの隣の店見て、言ったやろ、夜開いとったけど閉まっとんねん。見て、ほら、この場所24時間働いてる。ほんまやね、ごっついで、ほんまに。このおばちゃん、もうここまで来たら門番よな。とんでもんの門番やな。やっぱ一人勝ちは、とんでもん。今から買って食べます。今お昼なんですけど、やっぱり寝てないで、このおばちゃん。一人勝ちやな、やっぱな。すごいわ、もう負けや、うちの負けや。謝っとけ。なんで謝らなあかん。もうしゃあない、ここまで来たらな、もう買うわ。何買う？もうお腹いっぱいやから、あのちっちゃいほうにする。お腹いっぱいでも食べるっていうな、癒しすぎんねんな。ハロー。チュー。20メートル온다고어디어디온다고연락왔어。How much? 8,000. 8,000. Thank you. 8,000. いつもの場所ね。その場所っていうか、立ち食いエリア、ここで。じゃあ食べます。じゃあねー。